人と同じことをしなくても良い。集団としての課題や制約を受けず、自分の状態や目的に応じた利用ができ、いつ誰が訪れても断続的な参加であっても、和平なくなく受け入れられる場、これをパラレルな場と呼んでいます。病棟での作業療法の様子を一度でもご覧になった方がいれば、なんとなくわかるかと思うんですが、